こんにちは、永山です。こちらの動画では AVG アンチウイルスソフトの、無料版のダウンロードとインストールについて解説してます。よろしくお願いします。まずこちらで、検索窓に AVG と入力していただけるとこのように出てきますので、こちらをクリックしていただけるとサイトの方に移りますので、こちらからダウンロードを開始します。で、こちらの無料で入手をクリック。で、こちらなんですが、何度も広告が表示されると思います。あとですね、こちら、無料資料版と、ベクターダウンロードという本があるんですが、このベクターダウンロードの方をクリックしてください。で、こちら見ていただけるとわかるんですが、このソフト今すぐダウンロードを押すとクリックできますが、うまくダウンロードできない場合はこちらをご覧ください。ではこちらクリックします。で、こちらからダウンロードが始まるとこのように出てきますので、ダウンロード終わりましたら展開してください。で、インストールの時間なんですが、あなたのお使いのパソコンによって時間は様々ですので、終わるまでこのままの状態でお待ちください。で、タスクバーの方にですね、AVG のアイコンが出てきますので、インストールが終わるとここが黄色に点滅しますので、ここをクリックしてください。ここからですね、いよいよ仕様に入ってきますので、続行してください。で、こちらでも、2つ選択を迫られるのですが、こちらの青い方ではなくてですね、基本アプリをインストールっていう方を選んでください。はい、こちらからインストールが始まります。こちらもちょっと時間がかかるので少々お待ちください。それでですが、拡張機能の方にですね、AVG セーブプラスが追加されましたと出てますが、こちらは今は今のところ有効にしておきますが、後ほどそちらの方解説しますので、こちらもちょっと少々お待ちください。では、インストールが終わりましたので、ここから、実際に使っていきます。こちらは、見ても見なくても構わないと思いますので、とにかくですね、今コンピューターをスキャンをここでクリックします。で、こちらはですね、少々ブラウザとウイルス及び他のマルウェア、パフォーマンスの問題と3つありますが、これ結構時間がかかるんで、こちらも、終わるまでちょっと待ってください。で、終わるまでの間少し時間があるので、ちょっといろいろ見てみたいんですが、こちらなんかウィンドウが出てきましたので、ちょっとこちらクリックしてみましょう。サイトに入りましたね。このようにですね、結構その、なんていうんですかね、有料版にしてほしくださいみたいな文言がよく出てきますので、この辺はあなたのお好み次第でやっていただければなと思います。ここでは無料でいきますので、とにかくこのまま進めていきます。で、ブラウザの方終わりましたので、こちら次を押していただけると、次のウイルス及びマルウェアの方になりますので、こちらもちょっと時間がかかりますので、少々お待ちください。はい。今度は、ウイルススキャンの方入りましたので、これも時間かかると思いますので、しばらくお待ちください。で、ウイルス入っていませんでした。で、
パフォーマンスに問題が見つかりましたってことなんですが、こちらでその内容がなどがあります。で、ここら辺はちょっと適宜修正してみてください。ちょっとここでは簡単にいきますので、ちょっとここはスルーさせていただきます。はい、次ですね、次の画面に移るんですが、こちらはですね、どちらも広告のようなので、あ、もう一つ出てくるんですけど、どちらも広告なので、ここはちょっとスルーさせていただきます。今回はあくまで無料でこだわってますので、で終わりましたので、こちら OK を押していただけると、これで一応あのスキャンの方終わります。でですね、この辺は時間があるときに見ていただいてですね、次にですね、このソフトが実際にちゃんと入ってるかどうかの確認をしたいと思います。あとこちらもですね、機能の方やっぱり無料だとあまりないので、もし有料使いたい場合はこちらから購入していただければいいかなと思います。では拡張機能の方移ります。こちらから検索を選んでいただいて、 Google の拡張機能っていうところをクリックしていただきます。これですね。でこちらなんですが、ちょっとこれもあまり必要なさそうなんで、場合によってはこれ有効を外してゴミ箱に入れていただいてもいいかなと思います。次にですね、コントロールパネルからプログラムに行っていただいて、プログラムのプログラムと機能を押していただけると、このようにソフトが入っているのが確認できます。で、新しいソフトを入れたい場合ですが、入れたい場合ですがこの上で右クリックを押すとインストールと出ますので、やってみ、もし必要なければやってみてください。ということで、こちらの動画を終わります。ありがとうございました。